はい、今日はですね、週刊堂の田中です。今日は前田先生のこの間の映画でうちの持って小さい色紙出しましたんで、今日はまあちょっと Google 上で出てくる画像をちょっと拾ってですね、見せしてます。これね、他の画廊さんの画像がいっぱい出てくるので、ちょっとまあ個別に紹介しづらいですけど、前田修さんはこの中で見るんでね、武者絵が非常に代表的でですね、こういうものですね。それからこういうですね、ブルーと赤と白、これがね、青鬚カラーというか一番割と流通してるものの中ではこういうですね類のものが多いです。でやっぱね、こういうものはね、比較的数少なくて珍重されてます。そうですね、めったに出てこないんであれですけど、何百万何千万というものもあるでしょう。基本的に色紙代なものの中でも、大体そうですね、100万前後ぐらいのことが多いでしょうか。図柄とかね、状態によって全然違うので、あんまり大雑把にも言いづらいとかありますけども、清掃さんの作品ありましたら、ぜひお問い合わせください。よろしくどうぞ。